こんにちは、藤崎かのんです。はい、今日はですね、ちょっとこの間インスタグラムのストーリーの方で皆様のお悩みを募集しましたので、そちらの方に私、藤崎かのんがですね、答えていきたいなと答えてっていうか、悩み相談を皆様の悩みに対して、まあご意見というか、まあ、一意見として捉えていただければと思うんですけれども、まだ青2歳からの、アドバイスだというふうに、思って聞いていただきたいなと思っております。たくさんのお悩み、私なんかに送ってくださってありがとうございました。で、今日はですね、じゃじゃじゃーん。桜とお茶、ティーパック。っていう上質な茎入りの煎茶に桜の葉をブレンドしました、というね、これいただき物ですごく美味しくって、そちらをいただきながら皆様の悩みに答えていきたいと思っております。なんかさ、声がさ、なんかもともと花粉症じゃなかったんですけれども、なんかここ数日、なんかファンミン終えてからずっとなんかこんな感じで鼻声となんか声がガラガラでなんかちょっと大丈夫かなみたいな感じなんですけれども、別になんか熱が出るとかではなく、なんかこの辺の上の方の調子が悪いみたいな感じになっております。まあそんな感じで、だから声がちょっと低いかもしれないんだけど気にせずに、というねはい、それではですね本当にたくさんみんなが送ってくれて、なんかみんななんか悩みながらも懸命に来ているんだなっていう風に思って、なんか逆になんか勇気づけられたんですけれども、っていう前置きをしてから、じゃあ早速答えていきたいと思います。やっぱなんかシーズン的にね、今だからこう新学期系が多いのかなっていうのもあったんですけれども、じゃあ一ついきますね。日本で留学しているけど、今まだ友達が0人です。どうやって友達を作ればいいんですか?というね、質問ですね。留学生の方ってことですよね。だから海外から来て、日本に来てるってことですね。難しいですよね。やっぱ海外から来たらさ、やっぱ日本語はでも完璧なの。完璧っていうか、ね、この文章が日本語完璧だからさ、日本語完璧な感じなのかなと思うんですけれども。そうですね、留学してきた目的が何なんだろう。友達作るっていうのも目的の一つだったりするかもしれないんですけど、なんかその留学の目的、自分がなぜ留学をしに日本に来ているかっていうことを今一度よく考えて、それがもしも友達を作るためとかだったら、まああれなんだけど、なんか例えば何々の仕事に着くためとか、まあ、語学留学とかってなんか目的があったら、それに対してなんかがむしゃらに動いていたら、多分意外とね、深く考えずとも動詞というか目的を果たすために頑張ってる人たちっていうのが周りに現れてくるのではないかと思うので、なんか焦らずに自分の目的を果たそうと進んでいたら、自然と仲間が現れるのではないかと思いますこんな感じでいいんですかね。はい、っていう感じですね。じゃあ2つ目いきますね。アルバイトでの人間関係に困っています。苦手な人との関わり方とかありますか？苦手な人との関わり方ですか？まあ絶対に関わらなきゃいけない、その仕事の環境で、ね、例えばアルバイトのそのね場所では関わりがあるかもしれないんですけど、もうほんと必要最小限というか最低限というか、とにかく苦手な人でも挨拶だけはするみたいな、仕事で必要なやり取りだけやって不備がないようにして、それ以外のところではなんだろうな、挨拶だけは欠かさずに、感じ悪くこっちがさ嫌な人だとしてもなんか挨拶せずにっていうのは多分やめた方がいいので挨拶だけ忘れずに、もう自分が苦手って思ったんだったら、もう別に仕事以外では絶対関わらなくていいと思いますだからもう普通になんか何か言われたり、
誘われたりとか接近してきたら、すみません、ちょっと厳しいですって、もうはっきりともう言い訳もせず、もう言い訳っていうか理由も述べず、きっぱり断っていいと思います。逆になんか変に理由とかなんかつけて断ったりっていう方が、なんか多分後々めんどくさいことになると思うので、きっぱりと無理なものは無理ですっていう、なんだろう、言っちゃって、その方が多分ね、本当に後々いいと思う。じゃあ3つ目いきます。最近夜なかなか寝つけないのですが、のんちゃんはそういう時ってどうしていますか？寝つけませんよね。私もね、全然寝つけない時めっちゃあるんで、わかるんですけど、やっぱね、前も何回か行ったことあるんですけど、私も一時期というか、悩んでたんですね。寝れない時が寝れなすぎて。でもなんかそういう時は、なんかもう寝るのを一回諦めるっていう手があって、1時間経っても寝れてなかったら、もう諦めましょうみたいな、一回ね。一回諦めることによって、その、再度眠くなるっていうのがあるんだって。だからなんか一回諦めてみるっていうことで、眠りやすくなるかもしれないので、一回、一時間眠れなかったら、一回起きて、こう、ぼーっとしてみたりとか、まあまあ、iPhone とかさ、あの、携帯とかさ、なんかそういうの見ると、多分ちょっと眠気がまた遠のいてしまうかもしれないので、そういう時は、あの、なるべくそういうの見ないで、本とかね、雑誌とか、そう、音楽聴いたりとか、そうだね、そういう別のね、ことで、ぼーっとしてみたらいいんじゃないかなと思われます。なんかこんな真面目でもないけど、なんか普通の答えで大丈夫かなって思うけど、まあそんな感じですね。あとそうですね、そうだね、リラックスするなんか香りとかもいいかも。あの、自分の好きな香りを嗅ぐとかね、そうすると眠りやすくなるのではないかと思います。4個目いきますね。気分が落ちている時の対処法はありますか？気分が落ちてる時の対処法。なんかこれもう一つ、なんかいっぱい来たの。こういうね、気分が落ちてる時の対処法とか、なんかのんちゃんなりのへこんだ時や辛かった時の立ち直り方を教えてくださいとか、そういうのね、結構あったんですけれども、永遠のテーマだと思うんですけど、私は気分が落ちてる時は、やっぱ音楽聴いたいかな。音楽聴いて。でもなんか、本当に落ちすぎてる時って音楽聴くのも辛かったりするじゃないですか。だから音楽聴くのも無理だみたいになっちゃったら、ちょっと本読むとかかな。本読むのって結構いいなって最近思ってて、なんか気分がマシになりますよ。なんか本読むのいいと思う。すごくおすすめですっていう感じかな。あともうちょっと元気が出てきたらね、食欲とかがまだある段階だったら、まあ、好きな食べ物をね、たらふく食べてみたりとか、人と会えるくらいの段階だったら、まあ、人と会って話すとかね、するのがすごくいいんじゃないかと思います。はい、そして5つ目のお悩み相談いきたいと思います。人と同じことができず、認識の違いがあって混乱することがあります。どうすればいいですか？これね。なんか、普通にさ、もうなんか、いろんな種類の人間がいるじゃないですか。この世は。なんか、いろんな種類の人間がいて、なんだろう、その別に、綺麗事というわけじゃないんだけど、自分が混乱していて、で、誰かに否定されてるとかだったら、一回この視点を変えてみてほしいですね。自分はダメだって思っちゃってるかもしれないけど、ある意味それも、あの、強みだったりするところもあったりするので、一回その、あ、自分がこれはできないって思ったら、それから一回離れてできることを探してみて、自分の居場所を確保してほしいです。そういう、なんか私もそういう経験があって、これができないってなって、ね、努力とかっていうよりは、なんか認識が違うとかっていうのは多分、誰でもあることではあると思うんだけど、なんか置かれてる場所でそれがやっぱり変わってきたりもするので、なんか自己否定にならないようにだけしていただきたいなと思います。はい、じゃあ6個目、今6個目でいいのかな。大学入学し
友達作りが苦手すぎて目が合うと目をそらしちゃいます。どうしたらいいでしょうか。なんかね、こういう系がね、結構来てたの。やっぱりシーズン的なものかな。今新学期とかそういう新しいさ、ところにみんな行って頑張ってる時だったりね、すると思うので、新しいクラスに馴染めず緊張してしまうのですが、緊張をほぐす良い方法はありますかとかね。学校で友達ができそうな雰囲気じゃないのですが、どうしたらいいでしょうか。今年から高校1年なんですけども、友達がいなくて学校生活が心配です。どうしたらいいですかとか、ちょっと内容が違うのかな。まあだからその、目が合うとそらしちゃいますっていう、ね。大学入学して友達作りが苦手すぎて目が合うと目をそらしちゃいます。どうしたらいいでしょうか。なんかさ、みんなさ、このさっきの子たちもそうなんだけどさ、友達をさ、絶対つかなければいけないみたいに思ってる気がするのね。なんか。いや、わかんないけどね。それ私の勝手な、あれかもしれない。受け取り方の違いかもしれないんですけど。そんなに必死になって友達作んなきゃやばいみたいにならなくてもいいと思いますよ。本当に。わかんないけど、なんか風潮として友達いないとダメだみたいなのって、もう最近はさ、ちょっと減ってきたとは思うけど、でもなんか、まあね、昔からそういう空気感あると思うんですけど、別に友達なんか絶対に必要だってわけでもないか。いるっていうのはすごくいいことだと思うし、なんか別に友達は私もいますけど、別にその友達、今はいる友達って私の必死になって作った友達ではないし、そんな必死になっちゃわなくても、多分友達ができる時にはできるし、うん、そこでなんかこう悩んだりとか、マイナスな自分はダメだみたいな方向に考えなくて絶対いいと思いますよ。焦らなくていいと思います。やっぱね、でも学生の時ってさ、特に10代とかはやっぱり友達がいるかいないかってなんか、なんだろう、友達いた方がいいだろうみたいなね。なんかそういう風に、まあ絶対的にいた方がいいだろうみたいに考えてしまいやすいと思うんですけど、別にそこは焦らずに行った方がいいと思います。本当に。逆に、その無駄な人間関係を作ったことによって苦しむ場合もあるんで、マジで、その無理しなくていいと思う。本当に、最近なんかそういうことすごい思うんだよね、なんか。大人になっていろいろと考えて、でも友達はすごく大切ですけれどもね。私の今周りにいる友達のことは私はすごく大切に思ってるし、かけがえがないと思ってるんだけど、無理したいかったからできた友達だと思うから、そんな無理しないでいいと思う。別に例えばさ、目が合って目をそらしちゃって、それでも目がそらしちゃったけど友達になることって絶対あると思うし、うん、本当焦らないことだと思います。そこで辛くなっちゃダメだと思います。今6個目、7個目かな。次7個目、気になる女性をデートにいきなり誘うのはありですか。いいんじゃないですか。全然いいと思いますけどね。その人と知り合いなのか、気になる女性、どうなんだろう。その人と知り合いなのかにもよると思う。知り合ってるんだったらいいんじゃないですか。なんかその方が潔くてよくない、なんか。潔いと思うし、時間もね、無駄にならないと思うから、その方がいいと思います。頑張ってください。8個目、最近タトゥーを入れました。のんちゃんはタトゥーに偏見ありますか。タトゥー別に全然いいと思うかも、別に。でもなんかさ、ほんと日本だし、ここがまあそれによってなんだろう、できなくなることとか、なんか、まああるのかもしれないんですけれども、なんかそのね、仕事とかさ、なんかまああるかもしれないけど、でもこの方はね、もう最近タトゥー入れたってことでしょ？いいじゃないですか、なんか。タトゥーにさ、偏見あるって、どうやったら偏見になるんだろうって逆に思う。わかんない、なんか。別に私はタトゥーまだっていうか入ってないんですけれども、なんかタトゥー別にそもそもどうやって偏見持てばいいのかがわからないくらい偏見がないです。今8個目、9個目かな。9個目いきます。継続することが苦手です、かっこ筋トレなど、頑張れるアドバイスいただけませんか。これですね、なんか最近私がすごく考えてるっていうか、ね、悩んでることに、なんか全ては習慣だみたいな、すごいさ、言われてるじゃないですか。で、なんかすごいあれだ
全然なんか調べたら出てくると思うけど、なんだっけ、なんか週4とかかな。とにかくその継続、やっぱり習慣化することだって言ってた。なんか習慣化すれば2ヶ月続けるとそれが苦じゃなくなってくるって聞いた。だから本当に8週間それを本当に頑張ってやめないで、例えばご褒美とかをちゃんと設定してね、多分嫌になってやめちゃうかもしれないから、ご褒美とかも、自分に対するご褒美とかを設定して8週間何があっても続けるみたいなことをすると、それがなんか習慣化されてなんか苦じゃなくなってきてみたいな。でそれでだからバージョンアップできるらしいよいやーでも難しいですよね。でも私本当ね、そういうのでちゃんとさ考えてこなかったなーって思うから、いろいろ習慣化しようとしてる、いろんなことを。だから一緒に頑張りましょう。とりあえず8週間続けましょうっていうね。で今9個目でしょ。次10個目、進路で迷ってて声優にもなりたいけど教師になりたい気持ちもあってどうしたらいいでしょうか。ほう、これね、すごい面白いなと思って、なんでこの質問というか相談選んだかというと、私妹がいまして、妹教師なんですよ。で私、まあね、音楽やったり声優やったりとかね、全然関係ない。そう、だから私と妹の職業別、二つどっちかで悩んでる方ってことだなと思って、面白いなと思って選んだんですけれども。いやー、本当に全然違う仕事だと思うよ。もうね、私の妹と私って全くタイプが違うんですね。本当だから全然違う職業ですよ。なんか2回言った。2回言っちゃったんですけど。なんでその2つで迷ったんだろう。ってことはでもさ、声優になりたいけど教師にもなりたいって、今おいくつの方なんだろう。まあわかんないけど、今からどっちの勉強をしても間に合うってことだったら、どっちもやってみればいいんじゃないですか。その教師になるための、何の教師かもわからないけど、だからそれも勉強しつつ、声優にもなりたいんだったら、そのどんな声優になりたいのか、なんかちゃんと本当にあるじゃない。声優って言ってもいろんな種類があると思うから、その、どういうね、声優になりたいかを自分で決めて、どっちも手つけられる状態なんだったら、どっちの学びもしてみたら、わかるんじゃないですか。あとその周りにその声優さんとかさ、まあ、声優さんいないかもしれないけど、教師の方もまあいないかもしれないけど、どうにかしてそういう人、本当の仕事を、本当にそれについている人たちのね、仕事に対してどういう風に思ってるかとか、生の声を聞いて、それでどっちに本当に自分が向いてるかとか、まあ、やってみなきゃわかんないっていうのもあると思いますけど、どっちも今とりあえず学べる時期なんだったら、どっちも学んでみて決めるのがいいんじゃないかなと思います。いいですね。なんかこうやって迷えるのってさ、すごいいいと思う。まあ、いつになったって迷っても間に合うと思ってるけどでもなんか希望があってすごくね、これから頑張ってください11個目いきますね。話すのが苦手です。どうしたら人と会話できますか。会話なぁ。私ね、1対1で人と話すのがすごい好きなの。でも私、人前で話すのはあんま苦手かも、まだ。みんなご存知だと思いますけど。やっぱ人にはね、得意、不得意ありますよね。まず自分のことが どういう人間なのか、ちゃんと自分で分かって分かんなくてもいいんですけど、なんで自分が話すのが苦手なのかを、ちょっと自分でちょっとよく考えてみると分かるかも。どうやったら人と会話できる自分になれるのかがなんか質問返しみたいなことしちゃってすみません。ちょっと未熟者でして、なんでちょっとごめんなさい。こういう感じのぼわっとした抽象的な答えしか出てこなくてごめんなさい。そんな感じかも。応援しています。12個目ですね。新しいクラスに馴染めなくて緊張してしまうんだけど、その緊張をよく、ほどく良い方法ありませんか。この悩みは緊張についてって言うんだよね。でもなんか未知のものって思ってるから緊張してるんだよそりゃそうかってその分からないみたいな、何がいるのか分からないとか、何がどんな状態でどういう場所なのかが分からないから怖いってなって緊張してる
のかもしれないよね。だから、あれ私もそういうの苦手。ステージのさ、前、ステージ、音楽の時はそうでもなかったりするけど、この間のファンミがあったんだけど、4月2日にね。その時もなんか、久しぶりだったからなのか、なんか話す、自分が一人でステージで喋るってことだからなのか、何かわかんないですけど、まあ、久しぶりっていうのが強かったと思うんだけど、すごい緊張しちゃって、なんか直前に、舞台袖で、ハラ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 しちゃってさ。まあその時は、だからもうその直前だし、ね、あれだったからなんかまあ、ゲストで来てたね、アイアイさんとかユッキーに、大丈夫大丈夫って言われて出て行って、ちょっとみんなの顔見て、ほっとした。あ、わかった。やっぱりね、そうだね。ちょっとでも、状況が把握できたり、あ、こんなもんかってちょっとでも思ったら、緊張が一気にほぐれるから、私はそうだったね。そうだったね。あんまりその、ああなったらどうしようとか、こうなったらどうしよう、ああだったらどうしようっていう風に思わなくて、もう、もう、ああなったらこうでいい、こうでいいみたいな、もう、なんか、一見投げやりじゃないけど、でも緊張して何もできなくなるよりはそれくらいの方がいいと思います。一回もう、あとは野となれ山となれみたいな感じかな。大丈夫かな？こんな感じの答えで大丈夫でしょうか？今12個目、13個目いこうかな、じゃあ。毎日仕事の教育や、引き継ぎ作業をする立場になり、寝る前から次の日まで不安が消えません。どうしたらいいですか？そうね、これは本当に寝てる間もずっと不安が消えてないってことでしょ。自分がそれに慣れて平気になるっていう兆しがあるんだったら、そのまま続けて今頑張り時だって思って耐えられる範囲でね、やってもいいと思いますけど、もしも、終わりが見えないとか、いつまでこれが、続いていくのかわからないとかで、ずっとそれもあって寝る前から次の日になっても不安が消えてないっていう状況だったとしたら、限界来る前に一旦休むとか、休めないっていう状況だったとしたら、もう最悪辞める覚悟とかでもう、パッて環境変えるとかしないとちょっと心配かも。周りでもこういう人とかいたりですね、したり、友達とかでね、話聞いたりすることもあったりするんですけど、私自身もね、そういう経験もなかったことはない、なかったわけではないというか、なんか、終わりが見えないとか、それで毎日寝てる時も、ずっと、そのことが頭からよぎ、消えなくて、よぎってしまって、それをね、ずっと続けてるとね、人間はね、壊れてしまうんですね。だから、本当に、結構人間って脆いんですよ。びっくりするくらい。自分だったらまだいけるっしょみたいに思ってやってても、意外とね、チリツモでね、ダメになっていってしまって、一回ダメになっちゃうと、そこから戻るのって結構大変だったりするから、そうなる手前で、まあ自分が気づけなくなってるかもしれない。人から言われたらそれを信じて、あ、もうやばそうだよ、あなたやばそうだよ、もう限界なんじゃないのって言われたり心配されたりしてるような感じなんだったら、もうなんか、うん、ちょっと一旦ストップっていうのはいいのではないかと思いますよ。本当に無理しないでほしいです。はい、今何個目だったんだろうな。え、今何個目言ったんだ。14個目なのか15個目なのかが分かんないんですけど、14個目なのかな。14個目ってことにしときますね。14個目。やりたいことがたくさんありすぎて、結局何もできていない自分が許せません。どうしたらいいですか？これはね、すごく気持ちがわかるんですよね。でも、なんか手つけられないって状態だったとしたら、まず手つけてみることだと思う。15個目にしとく。15個目ね。ここまでにしようかな。生きてるだけで辛すぎるっていうね。そうね。っていう相談が来ましたね。そういう方結構今回いたから、みんな生きてるのって辛いよねって私も思うんですよ。本当にさ、生きるのって大変ですよね。みんな大変って思って生きてるんだなって思ったんですけど。これはね、生きるのは辛いですよね。でもね、幸せっていうものもね、あるんですよね。ちょっと暗い感じになってるか、暗く言いたいわけじゃなくて、いやだからやっぱ考え方だと思うんだよね。なんか今ずっと辛いんだって思ってると思うんだけど、
意外とそうじゃない時も巡ってくることもあるっていうのと、別の考えることを作る、もう本当にもうなんか根本的な解決になってないとか思うかもしれないけど、なんか本当にもうそういう時って、そこを深掘りするっていうことよりも、別のことを考える癖をつけるというか、何でもいいから別の世界というか、そういうものを用意してそっちに意識を向けてみたりとか、だからそういうことをすると生きてることが少し楽になるかもしれないですとか言ってさ、これやっぱでもね、ここまでね生きてることが辛いってなっちゃったら、やっぱりそのお医者さんとかに相談するっていうのがやっぱり一番得策だとは思いますよね。なんとでも言えるじゃないですか、こういうね、有識者じゃないからさちゃんとそういう医学の勉強をしたお医者さんに助けを求めるっていう手がやっぱり一番誰に聞いてもいいって言うと思うから、多分一番いいアドバイスとかもらえると思うから、ぜひ相談してみてはいかがでしょうかっていうね感じかなでもこうやってさ、私のこのね、私なんかのさ、インスタのストーリーの募集にこうやってね、なんか自分の心の胸の内というかさ、そういうナイーブなものとかをこうね、ちゃんと隠さずさ、こうぶつけてきてくれたっていうか、その書いてくれたっていうのはすごいなんか良かったというか、その吐き出す場所って必要じゃないですか、人間絶対に。溜め込むともう爆発するからだからその場所がなんか作れた、なんかそのこんなそんなに大げさなこと言いたいわけじゃないんだけど、なんか今回その YouTube でさ、こういう企画やってみたいなって思ったからやってみたんだけど、限界なところまで行ってる方々は結構いて、でそういう人のこうやって私のね、この質問のストーリーにこうやっていっぱい送ってくれたっていうのが、少しでもなんかわかんないけど、うぬぼれなのかもしれないけど、少しでもこう吐き出し口になってたんだったらなんか嬉しいなと思って、いやよく皆さんたくさん送ってくれてありがとうございました。いやなんかいっぱい、まだもうめちゃくちゃいっぱい送ってもらってるから、なんか今回だけ、この動画だけで終わりたくないから、また定期的に残ってる相談に対してもなんか答えていきたいなと思うので、またちょっと楽しみにっていうか、また待ってていただければと思いますので、はい、今日はありがとうございましたなんかすごいなんかこんな感じで大丈夫だったかなって思うけれども、はい、以上で志田貴のお悩み相談室終わりにしますありがとうございました。また見てください。バイバーイ